生き方を悩んでたのは中学生ぐらいの時で結構もやつき少年だったそうですそうです<ー>その時に父親に言われたのは大きくゴールがあるようなことやったらって言われて経営者になれば自分の好きなことを仲間と一緒に挑戦して一個のゴールに向かっていくっていう生き方こそ本質的な幸せだな すげえ見た目怪しいんですけど超優秀そうなおじさんに出会ったんですよ、うん、ある時から「ちょっとお金がなくて助けて」みたいなことを言われ始め気づいたら200万ぐらいその人のところに行ってて音信不通になって、えー、飛ばれたその年の末に奇跡的な案件に出会ったんですよ、うん、1200万ぐらい払うって言ってくれて1200万の案件請求書出すじゃないですか、うん、そしたらお金が振り込まれてないんですよ まただんだん連絡が少なくなってさっ,っきのその時はもうガチで打つになって何がきっかけにったんか普通にはやっぱりなんかこう直ってたんですそれはそれこそある時自分自身ドラマ映画結構好きでよく見てたのに気づいたら最近あんま見てないなドラマのショートってないよなと思ってバンプっていう構想ができてこれやったら 人生かけられるし、本気ででかいマーケット取りに行ける。うん、どんくらいの規模の会社目指すんですか？世界中の人たちがバンブを使っているっていう世の中を作っていきたい。ステーの目標的に言うと、うん、ユニコーンを目指してます。あ、ショートドラマのなんかこう未来を見た気がしましたね。 一番ハードル高いから、よくそこで起業したなってもすごいと思うんですけど。その、うん、起業に至る経緯をぜひ聞いてみたくて。はい、いつぐらいにこう起業決意まずしようしたんですか。うん、起業決意でいうと高校生なんですけど。うん、ちょっとなんかその生き方を悩んでたのは中学生ぐらいの時で。 一括悩んだんですか。はい、中学生。なんか生きてる意味がわかんないなって思ってて。結構もやつき少年だった。そうです。そうです。なんかその前は、中学でバスケやってたんですけど。なんか本当にもうなんか、進学校進んでて部活なんてやるなみたいな学校だったんですよ。それが意味わからんと思って。あの、自分でその部活のルールとかめっちゃ変えまくって、先生とかも抗議しながら。なんかこう練習試合とかも全然、あのやってくれなかったのを。あの他の学校とかにも言って、練習試合組ませてもらったりとか。あの。 結構そういういことをしながら、まあ、部活を作ってきたみたいな感覚があってキャプテンとしてやってきてそれが生きがいだったんですよ。もう授業中とかもずっとここでドリブルしたりとか下、うん、とかで怒られたりとか<ー>5分休憩とか10分休憩の時もなんかそのチームのみんなで集まって作戦版見ながらこうやって攻めるみたいな話とかをして、うんうん、ずっとバスケをやってたんですけど怪我してできなくなっちゃって。うん、でその時になんかもう その自分の生きがいを失ったような感覚で何のために生きてるかわかんないみたいなのを結構思ってなんかそもそもそのなんか何のために生きてるんだろうみたいなのは結構小学生の時から考えることがあって<ー>余計にそのなんか生きがいみたいになくなっちゃったんで結構ななんんかかもうなんか今考えたらちょっと鬱状態みたいな感じだったんですけど、うん、なんかその,その時に思ったのはこう。うん スポーツはもう自分の体質的にやっぱ怪我しやすいっていうのがあって、厳しいなって思ったんですけど、なんか次やるのはこう怪我とかに影響されずに、一生それに没頭していけることを見つけて、それを仲間を見つけて、飯で食っていけることにして生きていくっていうふうに思ったのが中3ぐらいだったんですよ。うん でそれが何なんだろうっていうのが分かんなくていろいろやってもうめちゃ安直なんで例えば料理をやって飲食店開くとかをやろうとしてあの飲食店に行って修行させてくださいって言ってあの料理を教えてもらったりとかあのスイーツ甲子園っていうのに出たりとかっていうのをずっとやってたんですけど <laughs>、うん、なんか親に「その俺料理やるわ」って言ってあの大学行く意味が分かんないし から、そんな自分が行く意味ない中で、うんうん、そのお金払ってほしくない。多額のお金を払ってほしくない。大学で何か分かんないかっつうね。うん。うん、から行かないわって言ったんですよ。うん、それはもう本当に勘弁してほしいって言われて。ちょっとやめてくれと <laughs>、はい。で、なんか、その時に父親に言われたのは、とりあえず大学にまで行けば選択肢が広がるから、その広がった先で、 いろんなものを見て、うん、それでも料理をやりたいと思うんだったらそれでもいいから、うん、まず一回大学行けって言われて、うん、でまあそれは確かになと思ったんですよ。うんうん、で、もう仕方ないから大学行くかと思ったんですけど、うん、っていうのともう一個なんか、あのー、親に言われたのは、料理、うん、飲食店多分飽きるよって言われて、まあ、それはその父親の勝手な見解ですけど、うん、あの、あのー、もっとなんかこう、大きく、あのー、ゴールがあるようなことをやったらって言われて、あのー、経営者になればって言われたのが、うん あの多分最初のきっかけそうですね。で、なんか、あの、渡辺美紀の,あの青年社長っていう本があるんですけど、え、あるん渡辺の,のはい。はいはい、あれ読まされて、おもろうと思って、<laughs> うん、あれ、あの、明治大学の経学部、小学部だったかなどっちかに、うん、あの、渡辺美紀が行って、うん、なんか大学で仲間見つけて事業立ち上げていくっていう話なんですけど、なんかそれに憧れて、やっぱ起業するなら東京かと思って、うんうん あの起業のために上京するために大学受験するんだったらまあモチベーション上がるなと思って、うん、とりあえずなんか、えー、東京の経営学部がある大学を全部受けようと思って、うんえー、その時にはもう高校生だったんですけど起業するっていう前提のもと受験してたっていう。親御さんちゃんと捨てたかもな見、ね、極めてね性格とね。<laughs> なんかそうだよな、俺の妹もなんかね、柔道やってて、骨折してできなくなっちゃった後に、やっぱヤンキーになっちゃいましたからね。 だからやっぱそこ、結構分かれ道だなぁ。<laughs> 僕もなんかやっぱその当て所のない、なんていうか、基本刺激中毒みたいなのがあって、もともと。なんかこう刺激がないと。そうなんですよ。冒険するって言って、あの、東夜湖っていう湖があるんですけど、そこをなんか、あの、スポーツショップで買った3000円の子供が遊ぶゴムボートを買って渡ったりとかして。なんか渡れるんですか危なそうだな。友達と一緒に行ったんですけど、2席で行ったんですけど、1個こぐの下手すぎて全然違う方向に行っちゃったんですよ。で、たどり着いた後に、 ずっと僕こうしていたんで疲れたって言ってそしたらその友達が「見てくるわ」って言って、うん、島の反対側まで行って1時間ぐらい待ってるのに帰ってこなくて、うんうん、いよいよやばくないかと思ってたら、うん、なんかどっかで見たことある、うん、その黄色い輪っかみたいなのがついたエンジン付きボートが来て、うんはい、めっちゃ手振ってるんですよ。<laughs> 何と思ったら自分の乗ってたゴムボートがそのエンジン付きボートに乗ってって、うん、遭難者扱いされて、うん、僕はで。そのままか 反対岸に戻されるっていうことがあったんですよ<ー>それも、でも、4時間かけてきたのに帰り5分ぐらいで帰れたんですけどね。<ー><分>だったこの部分。<laughs> そ<う> <laughs> マジ無意味なことやってた。ナイパーもクソもないですね。そんなこと真っかやってましたね。で、そっからどうこう、起業する、実際に起業行動なのか、うんまあ。そっから立教行かれたんですよね。そうですね。立教の系に行って、で,はい、で、なんか、そのやりたいことが分かんなかったんですよ。はい、そのバスケに代わるやりたいぼッ どうできてるっていうからまあなんかその命かけなきゃいけないと思ってたんで生きやするよね、はいね渡るべきにするとそうそうそう、うん、なんか自分の命かけられることなんだ、うん、って思ってたときにわ、うん、からないわみたいなで基本事業ってなんか誰かのために何かをやる、うん ものなんですけど、うん、僕結構その自分のことしか考えて生きてこなかったんで、うん、なんか人のためになることやりたいと思えないわと思って、うん、悩みつつも、まあ、とりあえず、経営のスキルを身につけとけば、やりたいこと見つかった時にできるだろうっていう安直な考えのもと、うんうん、とりあえずなんかビジュコン出まくったりとか、あの、ゼミに入ってマーケティングの研究やったりとかっていうことをひたすらやってて、うん、で、なんか大学3年ぐらいの時にインターン、 を始めたりとかして、スタートアップの世界をこう知ってったっていう感じなんですけど、うん、でなんかその中で、うん、僕その一回就職してスキルをつけてから起業しようと思ってたんですよ、うん、で僕がそのインターンした時の会社の代表がそういう人だったんで、うん、もうなんかその人の道をなんかもうたどっていこうと思ったんですけど、うんうん、なんか気づいたら就職活動のタイミング迫ってきててこ年みたいな、うん、そうなんです、うん、まあ3年の冬とか、うん なんですけどまあその一応会社説明とかいろいろ聞くんですけど全然入りたいとこないと思ってゆっくり来なかったんですかそうなんですよ。うん、でなんか、うん、みんな大手行くみたいな中で「うん、あ大手大手か」みたいなで、うん、なんか大体大手行くやつかっこいいみたいな雰囲気出てくるじゃないですか。うんまあ、モテてそうですからね。そうなんかよくわかんないあの「大手行ったやつすげえ」みたいな雰囲気に。うんうん 飲まれそうになりつつも。飲まれそうになったんですよ。<laughs> 飲まれそうになってましたね、<laughs> 三菱商事行きたいなん <laughs> なんかでも、三菱商事って、うん、ああ、なんかみんなかっこいいと思うんだ。でもなんか、僕はですよ。うん、僕は何が楽しいんだかわからんと思って。うん、で、まあいろんなとこ見た結果、入りたいとこないのに、死亡理由言うのめっちゃ苦手だったんですよ。うんうん、で死亡理由一個も言えないと思って、もう、就活から逃げて、うん 何も考えない。その別に起業するとか決断したわけでもなく、うん、とりあえずやめたんですよ、就職活動。うんうん、で、とりあえずなんかその、僕の中では、うん、こうやりたいことが定まらないと頑張れないっていうことに気づいて、うん その今まで自分のやりたいことを見つけるための努力をしてこなかったなと思って、見つけようと思ったんですけど、うん、見つけ方がわかんなくて、うん、もうなんか半年ぐらい自己分析とかしたんですけど、うん、別に過去の中からよく原体験大事って言うじゃないですか。別に、うん、原体験ないわと思って、うん、ち親死んだとかもないしと思って、うん、やりたいことないなっていう中で、 なんか、思ったのは、とりあえず、なんか今ちょっとでも興味あるところから、なんか行動しないともうこれ始まんないよと思って、過去にないんだったら、その将来の自分における過去を今作るしかないと思って、うん、あの、行動し始めて、うん、もうなんか、本当いろんなことして、なんか、あの、田舎、も北海道出身だったんで、うん、東京のこういうビルとか結構嫌いで、うん、<laughs> 嫌いなんですかいや今は全然嫌いじゃないですけど、うん、その当時嫌いで、うん、その自然を感じられる、あの、 コワーキングスペースを作るみたいなことを言ってプロジェクト立ち上げたりとか、何を思ったのか、なんかその、いやでも日本の人たちって普通に幸せだよなと思って、それだったらこう世界的に見てお金ない人たちの方が多分辛いだろうなと思って、なんか貧困国に行ってその人たちが稼げるような場所を作ろうと思って、カンボジア行って2週間ぐらいあのホテルとかも閉めずに旅して、 で、なんか村の人と仲良くなって、その村に止めてもらって一緒に生活するみたいなことをやりながら、なんかそのカンボジアの、カンボジアにしかないこう材料、なんかゴールデンシルクっていうのがあるんですけど、うんうん、それを使った、あの、なんか商品を開発して、日本に出して、あの外貨を稼いできて、カンボジアの人たちがこう高い収益で稼いでい、持続的に稼いでいける場所を作ろうみたいなプロジェクトをやったりとかしつつも、うんうん 結局、なんかその、僕が現地に行って思ったのは、いや、なんかこの人たち幸せだぞと思って、なんなら日本の人たちでも幸せそうだなっていうのを思って、なんか結局その経済的な貧しさと、その精神的な貧しさって全然違うなっていうことに気づき、なんかそうなった時にすごいフラットになったんですよ。途上国だからとか、あの、精神国だからってすごいステレオタイプだなと思って、で、よりも、まあ、それぞれの地域に、それぞれの課題が、 あってなんかもっとそういうとこ深く見なきゃいけないっていうことを思ったのと、うん、やっぱカンボジアでやってる日本人の人とかってやっぱ本当にカンボジアっていう国が好きだから、うん、その国のためにやってるみたいなのがあったりする中でなんか僕はすごいカンボジアもすごい好きになった一方で日本で育ってきてたりして、うん、こう自分の周りにいる人たちがこう笑顔になるようなことをしたいなっていうのもあってこう戻ってきて。 で、なんか、そういう人たちがエゴになれることって何だろうみたいなことを思いながらいろいろやってたんですけど、うんうん、なんかいろんなことをずっとやってきてた中で、うん、ずっと共通して自分の中にあった価値観が、うん、なんかこう自分の好きなことを仲間と一緒に挑戦して一個のゴールに向かっていくっていう生き方こそ、うん、本質的な幸せだなっていうことを思ってるってことに気づいて、うんうん、なんか僕の中ではその幸せの定義ってそ,そこにあったんですね。うんうん だから、まあ、そうじゃない人もいるかもしれないですけど、うん、そうしたくてもそうできない人が結構いっぱいいるなっていうことを感じて、うん、なんかこれだと思ってその時に自分のライフミッションみたいなものとしてその好きなことに仲間と一緒に生きていける世界を作るっていうビジョンを掲げてあのその時あの就職活動しないまま卒業しちゃったんで、うん、個人事業主としていろいろやってたんですけど、うん、あの法人化して。 え、そこに向かって会社立ち上げようっていうので、会社立ち上げましたと。で、もうそれと同時になんか、その、うん、そのミッションに向けて、やっぱなんかこう、ゼロから何かを立ち上げる人たちが、うん、ああ、挑戦する上で一番ハードル高いのって、うん、まあお金と、あの仲間だなって思って、うんで、お金はクラウドファンディングとか出てきてたんで、うん、そっちはいいだろうと思って、じゃあそのゼロイチを一緒にやってくれる仲間が見つけられる場所をあの、作ろうと思って、うんうん、そのマッチングのプラットフォームを作ったっていうのが、 最初にやってたエモルっていうサービス。エモルそれが斜面の裏にもなったプラトフーですね。これはもう今もあるんですかそれはもうなくなって、で、その時に、えっと、僕もなんかこう、クラウドファンディングでお金を頑張って集めて、120万円ぐらい集めたんですけど、まあ、120万で起業するのはちょっと厳しいなと思って、親にお願いして、150万ぐらい借りて、大体300万ぐらいで、資本金作って、 起業ししまたで、これからエモやっていくぞっていうタイミングで、なんか、あの、すげえ見た目怪しいんですけど、超優秀そうなおじさんに出会ったんですよ。見た目が怪しいけど超優秀。だからまあ、マックス松浦みたいな感じそう。で、なんかどう怪しいかっていうと、もうここにタトゥー入ってて、こんなでかいおっちゃん。いかつカイカツイおっちゃん。で、明らかに、ヤクザかこいつと思って。けど、そのなんか、 人を見た目で判断するのって良くないなと思ってたんですよ。まあまあね。だから。見た目が9割とも言うけどね。まあまあ。どの説もありますよね。どっちの説もあります。そっちが正しかった説が高いんですが、まあ僕はその見た目で判断するの嫌だったんで、とりあえず喋ったんですよ、1時間ぐらい。そしたら、めっちゃ賢くて、その人が。この人めっちゃ優秀やんと思って、あの、この人と一緒にやろうって思って、あの、仲間にしたんですよ、その人 で、一緒に立ち上げて、ずっと一緒にいろんなことを考えながら、うん、僕はもうその人に心を許してしまい、うんあの、一緒に事業立ち上げてたんですけど、うん、なんかある時から、ちょっとお金がなくて助けてみたいなことを言われ始め、うん、ほっとけないと思って、うん、ちょっとずつお金貸したりとかしてたんですよ。うんうん、とか、なんかいろいろやって、結果的に、その、めっちゃやり方うまくて、一、うん、回5万とか10万とかを、 絶妙なタイミング繰り返しって,て気づいたら200万ぐらいその人のところに行、うん、ってて。<ー>で、えー、っと、僕も、でもそれ、あの、いつか返す、返すぐ返すって言うんですよ。あの えっと、この、こんなに何回もやってんだこの日にちになったら、返せるって言ってくるから、あそうか。そう、それ結構積み重ねてるんですね、動万が。そうそうそう。そうそう。積み重ねてるけど、返さないまますぐ返すって言うんですよね。で、怪しいな。ま、普通に怪しいけどね、今とでもなんかすごい同情するような感じで来るんですよ。かわいい。あの、なんか猫の見つめるような顔をしながら、このタトゥー入ったおっさんが、そうやって迫ってくるんで、あの、返してとも言えなくて僕も最初の方。でも、 キャッシュが回らんと思って、なんかそのサービス開発してたんで、うん、まあ学生企業的なノリだったんですごいこう低い金額でお手伝いしてくれたんですけど、それでもお金はちゃんと払おうっていう感じでやってたんで、気づいたら結構稼働してた金額がそこそこになっててたんですよね。うんうん、で、今度お金払えないってなると、こっちに対して不義理じゃないですか。ちゃんと働いてくれてるんだそうだよでも こっちもかわいそうと思ったんですけど、さすがにこいつ悪いかもって思い始めて、ちょっとずつ強く言うようになってったら、毎日会ってたのに、だんだん会えなくなってて、連絡返ってくる頻度もどんどん減ってって、で、最後電話とかしてたんですけど、もう本当ごめんとか言いながら切られて、最初出てたのが電話も出なくなって、で、音信不通になって、飛ばれたっていうのが、最初の借金、 フェーズワンって感じ。フェーズワン。はい。どう見ても今んとこ。なんかおかしいね。フェーズワンの人。だから。人と何。今考えると本当にバカだなって思うんですけど。でもなんか会話が上手だったんですか。そう、なのと、まあ多分本当に僕がバカだったっていう話なんですけど。当時は必死で、なんかよくわかんないですけど。優しかったんでしょうね。なんかその優しさを。はき違えてた。っていうことだなと思います。そうそうそう。その人に対して優しく。する することによって別に人たちの、ねね、生活を苦しめてるわけなんで,で今度こっち側から詰められ始めて一緒にやってた仲間からか、ね、お金どうなってるのみたいな感じで言ってくる人もいれば、うん、まあ本当になん付き合いでやってくれた人たちはうん、うん、いやいいよって最初は言ってくれるんですけど、まあ、ちょっとずつ生活本当にやばいみたいな感じになっていくじゃないですか。でで、うん、でなんんかもううううう罪悪感まみれでどどどししようどうしようと思ったんですけど だから、あの、結局、そんな状況だったんで、もうサービス続けてられるような状況じゃなくて、うん、えー、止まって、サービス自体は。うん、で、とりあえずお金返さなきゃと思って、うん、で、その、起業する前から、僕、その、UI、UX のデザインやりたいと思って、独学で勉強してやって、受託とかで、収益上げてたんで、その、受託やろうと思って、案件頑張って取って、やって。 で自分の生活費もあるのにマイナスなんで、うん、なかなかこう返せる金額って少ないんですけどうん、うん、頑張って返していってその年の夏に、うん、結構奇跡的な案件に出会ったんですよ。うん、来たと思って。でかいとそうなんですよ あの、その案件が1200万ぐらい払うって言ってくれて。1200万の案件そう。で、200万の借金抱えてる僕からしたら、超でかいじゃないですか。で、まあエンジニアの稼働費とか考えても、まあ利益考えても、まあこの案件を終えたら、借金全才だわ、みたいな。全才だわ。た俺の事態と思って、あの、やりますっていう二言返事でスタートして、あの、開発やってたんですけど、なんかめっちゃ納期が短くて、 なんか、お願いされてから1ヶ月もないぐらいで納品しろみたいな感じだったんですよ。うんうん、結構めちゃくちゃなんですけど、うん、まあ確かに二2 0 0万だったらやるかと思って、頑張ってエンジニアかき集めて、絶対こんなお金すぐ入るから。うん、あの、来月には借金するって言ってるから大丈夫っつって、稼働してもらって、なんとか頑張って納品して、うんうん、で、請求書出すじゃないですか。うん、したら、お金が振り込まれてないんですよ。うん、やばいな納品しちゃったんだ。そうなんですよ。うん。 でもまあなんかああの忘れることもあるかなって思って最初放置してたんですけど、うん、なんか、あのー「振り込まれてないんですけど大丈夫ですか?」って言ったら「あすいませんすぐ振り込みます」って言われたんであ<ー>まあ安心してあのちょっと待とうと思って。 待ってたんですけど、期日になっても振り込まれなくて、いや、おかしいなと思って、なんか、何回か連絡取っていくうちに、まただんだん連絡が少なくなってって、さっきの、俺は、ブレイキングダウンやろうと一緒だよ。ブレイキングダウンと一緒だよ。3ヶ月前のやつと一緒やと思って、たら、あの、もう怪しい、もう突つしたんです、その会社に。で、その人と話してたら、 あのなんかすごい濁すこと言ってくるから怪しすぎると思ってその会社で働いてる人に話を聞いたら、うん、実はその会社もうキャッシュアウトしてて、うん、発注した時にはキャッシュアウトしてたって言うんですよえっで1200万あの請求出してるんですけどもうあの普通に従業員もお金払われてない状況だったんですよ給料 <laughs> で帰ってこないっていうことが分かり 稼働させちゃったんで、その人たち。なぜか借金倍増するみたいな。うわー,ー払えると思った状況。まあ、利益抜いた分だと800万900万はなってですね。そうです、そうです。で、結果、もともと抱えてたものと合わせて、な,なんか、<laughs> めっちゃ必死に寝る間惜しんで働いたのに借金1000万になってると思って、うん、っていう状況になったのが、その、年2019年の夏とかですかね。うん、で、うん まあ仲間ももうなんかいなくなってって、一人になるじゃないですか。うんうん、で、なんかもうお金もきつかったんですけど、結構そのもう誰も仲間がいないっていう孤独の中をこの返せるかわからない借金っていうのが結構苦しくって、で、その時はもうガチで打つになって。 <で>うん、なんかもうベッドから起き上がることもできないし、みたいな。もう呼吸も苦しいんですよ。普通に生活してて。うん、で電車乗るのも怖いみたいな。うん、なんかよくわかんない心理状態になってて。パニック状態みたいなね。そう、本当にパニック状態みたいな感じだったんですけど。うん、まあでも、結局これ、その、いろんな人に相談して話は聞いてくれるんですけど、まあ自分でどうにかするしかないってことに気づき、うんうん、まあもうコツコツやるしかないわと思って、うん、受託やっていくかと思って、うん えー、自宅で頑張って収益上げながら、その2回目のキャッシュアウトのやつに、うん、あの、や、やらかした2回目だったんで、うん、あの、契約書を巻いてたんですよ、結構ガッチリ。で、なんかもう、これは、あの、優しくしてると飛ぶってことが分かったんで、うん、もう鬼になろうと思って、うんうん、結構定期的にかその会社に突しながら、あの、どうなってるんですか、みたいなことを、うんえ。その会社ってさっきに1000万の会社そうです、そうです。うん、ああ、まだ、まだ一応契約あったから、まだ。うん、そうです。 あの回収できる回収諦めなかったんですよその時に。なんとかいけないかなって思いながら最悪回収できなかったとしても、うん、あの収益上げて,て返済しようと思いながら両軸で攻めていったんですけどその人は。そのうん めちゃくちゃ本質的なとこで言うと、凶悪ではなかったんですよ、多分。めちゃくちゃ悪い人じゃない話したら返します。うん、でも返せないみたいな状態で、話してて、うん、もう絶対返すんでっていう話の中で、税金の還付金があるってことが分かって、で、じゃあそれを差し押さえさせてくださいって言って、もう分かりましたって言って、うんうん、公正証書っていうのがあるんですけど、裁判を起こさずに、うん、あの、その公正証書っていうのを巻くと、うんうん、差し押さえができる権利が得られるんですけど、うんうん、それを巻いて、 えっと、税金の還付金も本当にあるかどうか怪しかったんですけど、弁護士の先生に税務署に問い合わせてもらって、うんえー、本当にあるってことが分かって、で、それがその会社に着金された瞬間に差し押さえてるんで、うん、うちがそれを、あの、得られて、うん、確か500万ぐらい、そこで帰てて、帰ってきた帰ってきて、<ー>で、稼いだ500万とで、借金全部チャラにできて、で、 そのタイミングで、うん、まあ、あの政策金融国家がお金借りてここでやり直そうって思って、事業をもう一回立ち上げ直したっていうのが、フェーズ2の段階。<ー>なんか頭いいのかバカなのかどっちななか <laughs> そうなんですよ。多分バカなんですけど。まあ両面だから、どっかの努力がって言ってるけど、うん、ちょっと。抜けてるところも、ね、<う>あるのかな、もしかしたら。めっちゃ、なんか、 めっちゃ ADHD なんですよ僕。あのちょっとそっか。ちょっとバランスがぐっといってるところとね、あとちょっと抜けてる部分がそうなんですよ。ちょっとあれあれか知ってる？あのドラマのサイトやってるんですよね。はい。白い巨人見てはいいよ。ああ、白い巨人あの知ってる？あず教授店にって教授戦の時に。 甘いお方だっていう名言が結構。爪が甘くてこう逃してみたらシーンあるんだけど、そこちょっと後で送ります。YouTube に気抜きあってすげえ面白いお願いします。チェックします。そこの気抜きで甘いお方、甘いお方なので検索図出てくる。名言すぎて。甘いお方だ名言すぎて甘いお方だで結構。二ちゃん界隈だね。その経験は本当もう優しさを吐き違えちゃいけないなって思って、強くあろうっていうことを思えた体験だったんですけど、で、あの、 まあ、もう一回やり直そうと思ったときに。それいつですか、それ。やり直したのは 2020, 2020年の年末に、えー、全部返して、うん、で、なんかそのから先の3ヶ月ぐらいで何しようかな、みたいな感じで、うん、なんかもう新規行ってオフィス借りようと思ったっていうのは、うん、まさにコロナ入るタイミングでしたね。うん、で,ねで、でしたね。オフィスどこに借りてんですか、今。えっと、北三道から徒歩2分のところ、駄ヶ谷なんですけど。う その時はもうすでに結構社員いたんですかいや、僕一人です。俺やっぱよく、よい、言ったことはよくわかんないじゃん。社員一人でオフィス借りる必要ねえじゃんってないいや、それも確かにバカなんですよ。で、しかも結構広くバグって、バグってる、バグってる。で、こんぐらい広くって。こんな広いっだ一人で。あんな広いこんな広いってだって。ないじゃん。いや、これから何回か。こんぐらいの広さですか こんぐらいはありますね、少なくとも。ここ、こここ <laughs> 一人で何してるんですかこんな広く <laughs>。違うんですよ。なんか、これから仲間が増えると思ったんですよ。そう、そうかそうかそうか。はい、でも当時は確かに今考えた本当、なんであそこに引っ越したんだろうっていうぐらい広いところに引っ越して、<laughs> うん、でも超ワクワクする場所で、なんか。じゃあ、ゃあここはなんか今から始まりにぴったりみたいな。これは伝説の始まりだ <laughs> そうなんですよ。で、超ワクワクしながら入って、うんうん、で、まあそこからは本当に、 まあビジョンは変わらず、本当に好きなことに向かって生きていける世界を作りたいと思ってた中で、最初立ち上げたサービスって全然マネタイズできなかったんですけど、マネタイズする気もなく立ち上げたんで、本当それもバカだなと思ってた、思ってるんですけど、なんか使ってくれてる人はまあまあいて、共感してくれる人も結構いて、で、特にやっぱ多かったのはエンタメ領域の人たちが多くって、で、なんかビジョンにもすごい共感してくれる人が多くて、 で、ただ一方でなんかその人たちがこう仲間とマッチングして何かを成し遂げられたかっていうとそうじゃなかったんですね。うん、エモルっていうサービスを使って。うん、で、会った時になんかもっとこう、そのエモルっていうサービスは全領域的にもうあらゆる01のプロジェクトをやりたい人が集まる場所だったんですけど、うん、なんかもうちょっと絞って、その人たちがこう本質的に課題解決していけることをやりたいって思い始めて、うん でも、その、仕組みって何したらいいんだろうみたいな、何もわからなかったんで、とりあえずその領域で活動してる人たちと一緒にやらないとわからないだろうって思って、うん、なんか当時その事務所とかから独立して自分でこう YouTube やっていきたいみたいな、うんうん、ちょうどその流れが盛り上がり始めてたタイミング、あの、うん、箕ノさんとか出てきて死ぬこと以外稼ぎ傷とか、あの時代だ。あのタイミングですね。で、 そういう人たちのプロデュースしたりとか SNS のお手伝いしつつなんか受託で上げた収益を使ってミュージックビデオを作るみたいなことをやってたりとかあと短編映画作るみたいなことを延々とやっててだから利益ずっと出ない会社だったんですけどそういうことをやってたんででそのいろんな活動をやっていく中でまあやっぱその映画の制作全くやったことはなかったですけどこうやってみて思ったのはなんかこう 本当にこう、なんですかね、お金とか関係なしにやっぱいいものを作りたいっていう純粋な熱量のもと、いろんなスキルを持った人たちが力を合わせてやっていくっていう現場がめちゃくちゃ暖かくて、本当に学生時代の時にこう、ピュアに生きてた世界にすごい近いなと思ってて、なんかその、そういう場所をもっと増やしていけたらいいなって思った一方で、なんか、ま、あやっぱ話を聞いてるとすごいこう、 業界構造の課題とか、うん、芸能界の闇みたいなのが普通にあるみたいな、うん、なんかそんな話あるみたいな、うん、なんか話が普通に本当に起きてるみたいな世界だったんで、うん、なんかそこを変えていきたいなっていうことを思いながら、うん、そこに向けた仕組み作れないかっていうことをずっと悩んでて、うん、でもやっぱどっちかっていうといつも僕はなんかその作り手側に寄り添っちゃって、うんうんうん ビジネスにならなならい。お金使っちゃう、ね。そうそんでわかビジネスモデル考えのすげえ苦手でっていう感じだったんですけど、うん、なんかある時本当に視聴者の視点でなんか自分自身ドラマ映画結構好きでよく見てたのに気づいたら最近あんま見てないなってことを思って、うん、ただなんか一方でアニメは結構よく見てたんですよ。うん なんでかっていうと、尺が短いから見れるっていう。30分とかそう。分もない。多分20分くらいじゃないですか。うんうん、か実ですね。うんうん、だから、まあ、あの、ご飯食べながら見れるみたいなのがあったんで、そう見てて、で、それこそ本当に、そう、うんこしながら YouTube 見たりとかしてる一方で、うんうん、なんか、なんかこう、何も得られないコンテンツも結構多いじゃないですか。うんうん、なんかもうちょっといい意味のあるコンテンツをこの時間で見れないかなと思った時に、ドラマのショートってないよなと思って、なんでないんだろうって思ったんですけど、うん、なんか、 普通でもなんかほんとごはん食べながらとか何かをしながら見れるドラマがあったらみんな見るんじゃないかなっていうのが、うん、あの初めて視聴者の視点でこれ自分だったら普通にユーザーとして使うわって思って、うん、でそれをあの膨らませてった時にバンプっていう構想ができて。 で、これは、その作品を出していく、間口を広げることができると思って、うんうん、でそこに人をいっぱい集めてくれば、まあ僕らがその、新しい現場のスタンダードを作っていけるし、うん、こうなんか、まあ、なんだろう、オーディション情報とかも結構閉鎖的じゃないですか。うん、情報、あんま透明性ないなと思ってて、うん、でもなんかこう、もっとフラットに情報を出していったりとか、うん、まあ作り、 あのまあ、いろんな人が見てくれるよっていうステージを持ってる人たちがやっぱそのドラマの,あの演技とかを教えてくれるような場所とかを作るとやっぱ説得力が生まれるなっていうふうに思ってたりとかして、うんうん、まあそういうことを将来やっていくためにはやっぱそのみんなが見たいみんなが出たいって思うステージを作っていくっていうのが一番やるべきことだなっていうのを思ってあのバンプをやろうって思ったっていう感じですねでその時に初めてこれやったら 人生かけられるし、本気でマーケット、でかいマーケットを取りに行けるっていうのが。確信できて、あの投資家から資金調達を受けて。うん、あの人生かけてやってるっていうのが、今の事業っていう。何?。さん、どうでした?。もう私の履歴書完成したよ、今。うん、<laughs> いや、本当に。なんかもう、沢村さんの人生の、そのショートドラマを、こう、ね。

そっか、そんなふうにしては、ここに至ったわけだ。そうですね。いろいろあったんですね。でも、うん、ちゃんとめ、なんかどっかで、うってめげそうですけどね、こ、うんな何回もあったらね、でもちゃんと、もう信念を持ってされてるから、偉いなと思います。こあのまあ、多分本当に 起き上がれないで軽く打つだったと思うんですけど、はい、な何がきっかけ治っったかかか普通にやっぱりななんんこうそれはそれこそ唯一自分の居場所が1個だけあったんですけど、うん、エモルってサービスをやった時に使ってくれた人が、うん、え立ち上げててまさにエモルで仲間を募集してたエンタメのコミュニティがあったんですよ。<ー>でそこにぜひ来てくださいって言われて何回か行ってたんですけど。 なんかそこだけはその自分の会社の系と全く関係ないエンタメやってるピュアに夢を追ってる人たちがいてでその人たちがこうプロジェクトとしてなんかやってこうっていう中にあの呼ばれてたから行ってたんですけどまさにその起き上がれない時とかはもう行く約束してたんでなんかもう本当苦しいもう人に会うのも嫌だって思いながら行ったんですけどなんかめっちゃ笑顔で声をかけてくれるしまあ 逆にその借金のことが知らないから僕の。仕事はあんま関係ないですよね。そうです。うんうん、超フラットに笑顔で声かけてくれるっていうのが、あの、結構よくわかんないですけど救ってくれて、なんか居場所があるなっていう安心感があって、うん、で、なんかその人たちがすごいピュアにこう夢を追ってる姿を見て、やっぱなんかこういう人たちのためになることをしたいっていうのを思って、 で、なんか絶対、その、今ここから這い上がって、それをやっていくんだっていうことを思って立ち直っていったって感じでしたね。そっか、じゃ結構、バンプのフックになってるのかもしれないですね。ーーあそうですね。っていうと、でもそれはあれなんですね。その人たちでやったのはエモロル開発だけだから、全部繋がってるんですね。それはでかかった。でも、ああもう一個は、これも父親のマインドなんですけど、うんうん、僕の父親って、なんか中学生ぐらいの時に母親亡くしてるんですよ。うん、で、なんかその、僕が中学生の時にそれを聞いて、えよく、 なんか信じられないぐらい辛そうと思って、うん、どうやって立ち直ったのって,思って聞いたんですけど、うん、なんかその何て言うんですかねその特に解決策はないから自分はそういう運命だったんだって受け入れるしかないって言ってて、うん、でその時はなんかその意味がよく分かんなかったんですけど、うん、その借金まみれになった時にめっちゃその言葉が思い出されたというか。うん なんかもうこういう運命になったんだから受け入れるしかないっていう言葉がすごい強く感じてなんかその絶望とかすらもうなくなったっていうかもうそれを受け入れてここをゼロ地点としてただや淡々とやっていけばいいじゃんっていうことを思えたっていうのが結構でかかったかもしれないですねその2つが結構 大きかったですお父さんの影響もあったですす。結構お父さん大事なねなんか大事な時にね思い出す言葉だったりそうですねんかあれださっき洞爺子の辺りの話のとこはちょっと親の気持ちで見ちゃったもんね自分の子供もをとかしたら手離れてこんなやべえことするのかなと思ってそっかでもやってね 親目線で見ちゃったやっぱり立派にぐらてくれましたか、ね、らね。最後そのどこら辺今ねこの資金調達して、うんはい、サービス開発する段階だとするどどこら辺までどのくらいの規模の会社、うんはい、目指すんですか売り上げでいうとどれくらいでも世界進出ではおっしゃってましたけどまあなんか数字が分かりやすいんで数字の目標的に言うと。うん ユニコを目指してますなんで上々前に1,000億以上の企業を勝ちつけるっていうことをまあ本気で目指してやってるのとやっぱそのグローバル進出グローバル展開ってグローバル展開するって言いながらみんなやるけどやらない人多いじゃないですか。であれってなんか日本で成功してから出てこうとする。 人が多いと思うんですけど、多分もう、最初に出ていかないと、まず成功してからっていうマインドがずっとついてって、いつまで経っても出ないと思ってて、なんでかっていうと、だってその成功の定義って何ってなった時に、成功って永久にを求められるじゃないですか。でなると、なかなかこう出られなくなるっていうふうに思ってるんで、まあ僕ら本当に、 今この段階からグローバルに出てくっていうのを本気でやって、うん、もう本当に世界中の人たちがバンプを使ってるっていう世の中を作っていきたいっていうのはありますね。でまあその先であのバンプっていうところが一個いろんな人たちが作る場所出る場所としてスタンダードになって、うん、本当にいいものを作りたいっていう気持ちでものを作ってかつそれがヒットした時に大きい収益が上がってそれをみんなで分けられるみたいな世界を作っていきたいと思ってます。 なあ、うん、じゃあ、須田さん、最後、うん、どうでした今日、聞いてみて。だから本当なんかこう、 なんだろうなんかショート動画とかショートドラマのなんかこう未来を見た気がしましたねなんか私もずっと気になってたからこのここだったんだっていうのを見つけて今日から見ますよバ、うん、ンプだったんなバンプでバンプのやつもあったね。結構アダルトなシーンねアダルトななんか出演があったら私も出させてくださいちょっとアダルトでどういうどういう意味ですか？若いでしょ？若いでしょ？だって多分出てるのが大人っぽい役ってことですか？大人っぽい36歳の役があったらあはいはい、うん、ぜひ 旦那の浮気現場をこう、うん、執念で探すみたいなドラマありましたよ、さっき。<laughs> 確かに。なんかいましたよね、さっきね。らそういう、ちょっと縁、えん、 まあだから演技力がそんなにあの必要ないシーンで。そんな激しいのだダメ。そう、あのなんかその、結構シリアスなのがまだ練習してきますね、もう。それまでにできるようになるように。それめっちゃ嬉しいですね。ちょっとなんか友情出演みたいな。それも友情出演したいえ、でもさ、いや、主演で見たいな、俺。主演出ちょっと待って、でもそっとゃっそしたら結構演技力いるでしょ主演出演。そのギャラはちょっと友情出演出てあげてください。いや、いいんですけど、ちょっと演技力がちょっと自信ないんですよ、私。うん。なんかちょっとあの、 かナチュラルな役、このままできる役、それをちょっとお願いします。はい、そういうオファー。全然女優じゃないけど。ちなみに <laughs> あの僕がずっとテレビ越しに見ていたヘキサゴンのスザンヌさんは、うん、あのリアル度何パーぐらいなんですか。どうですか今見て私のあの時の私と今の私。ええわかんないですけど、でもだってこういう番組やってるしね結構なんか、うん、あの。 すごいインテリっぽい感じな方向になってるじゃないですか。わか、これ話わかってると思うじゃないですか。うん、全然今わかってない。ない <laughs> <これ> <laughs> 結果変わってないから、でもナチュラ今がナチュラルな感じです。なるほどナチュラル100%。じゃ,じゃあ結構。 あの、引き出していけば、あの、当時のスザンズさん。そうそうそう。だから、引き出してもらえたら、私もいろんな、あの、演技ができると思うんで。ああ。じゃあ、監督次第に、監督ますね女優ですね。監督次第あります監督次第私の魅力を出せるのかどうかそうです、そうです。お願いします。いじゃぜひ。じゃあ、ぜひ、スザンズさんの、出るドラマも私楽しみにしてますからね。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ、今日は、えエモル、株式会社ですよね。 はい、の沢村直美さんにお越ししいたただきましたありがとうございましたありがとうございました,ましたやばいよやってることがやばくて、はい、テロリストを構成させようとしてる人みたいな、はい、軍から抜け出してみたいな、はい、紛争地において投稿兵の方だとか受刑者、えー、戦争捕虜の方々に圧過、うん、激化と社会復帰の支援をして未来を作る若者として復活していってもらう。 一番ポイントになるのが紛争当事者と,、えー、と対話がでできるかかどうかです、うん、アルカイダだとかアイセスとかと和合をしたっていうのはこれまでないんです、うん、そうした難しい紛争地においてそこには教科書はないけれどもどんな施策を打っていくかっていうあの、ま、勝負でえー、リハックではですね、えー、サブスクの「まったりリハック」というサイ、えー、トもやっております、えー、こちらはですね、えー、無駄とか ククトトーーとかタみたいなのも、えー、たまにちょこちょこ配信したりしてますコンペだけでなくちょこっとした,ちょ,こっとしたちょこっとした話を、えー、したり意外にそこが面白かったりしてますあと、えー、生配信とかですねたまにやったりしてますんで、えー、皆さんとこうライブに会いたりしながらお、えー、話をさせていただいて私非常に楽しみにさせていただいております本当に、えーまあ、全然登録したくても大丈夫ですしちらっと登録してみた方は、えー、登録してみてください引、えー、き続きよろしくお願いします